セルロックシード01白黒のシンプルな説明書になってますね。今回01では全4種類オレンジロックシード、バナナロックシード、パインロックシード、どんぐりロックシードです。じゃん、どんぐりロックシードです。ロックシードは中で分かれているようですね。ガチャッと、このどんぐりロックシードはまだ本編で出てきてませんね。では一足お先にどんぐりロックシードの音を聞いてみたいと思います。お、スイッチが下にない。お、スイッチないんですね。これ光りませんね。これは残念ですね。サウンドロックシードシリーズということで音しか鳴らないようですね。光らないようです。戦国ドライバーに装着可能というだけで、音の鳴り方は切った回数によってロック解除音、変身名乗り音、そして3番目、4回目がガシャポンオリジナル音声、何が鳴るかはお楽しみということですね。500円して光らないのは残念な感じですね。戦国ドライバーの動作と関係なく音が変わっていくというのは、これはちょっと幸先怪しいですね、このロックシードシリーズ。まずロック解除音、で変身名乗り音、で3番目が必殺技のどれかですね。どんぐりスカッシュ。で4番目がガシャポンオリジナル音声。ということですね。